はようございます。邪魔すぎまして、後ろくぐっとく。おはようございます。どうも。前髪に苦戦中です。ちょっと暑すぎて、暑いから髪の毛くくりたいけど前髪を下ろさないといけなくなるんですよ。くくった時に前髪もくくってたらなんか変になるんで、うーんって感じです。暑いね。なんかおもろい。今日も雨？むーちゃんさんギフトありがとうございます。雨と雷？雨多ない？傘さすのめんどいねんけど。いけたんちゃん、なんかダサいけど。なんか嫌な。ゆきのちゃんに雷だから、ん、ゆきのちゃんに雷だから、あー、へそ出し、なるほどね。どういうことかと思った。あれ、おへそ取られるの話ね。なるほど。まあ一回マスクするしな。いや、いやいや、おでこ狭い。そうやねん、めっちゃ狭いねん。ほら、まあいいやこれってさ、狭い方がいいんかさ、広い方がいいんか分からんくない？好みなんやろうけど、好みにしても分からへんねん、どっちがいいんか。ほら、どうなんでしょうね、どっちが一般的にいいのか。あゆみさんはすでにおへそないらしい、出しすぎて。なるほど。あれはもうな、なんだっけ、優しさの稲妻踊ってたから、ちょっと おへそ取られたんかもしれん。いつもダンサブで踊ってるから、もうその時にへそ出しやっちゃって取られた説ある。フォローしました、どうもありがとう。あれ、クシなんか一個ないねん、ちょっと誰か盗んだ。え、ほんまにないやん、どこやねん。広い方が賢い人だと言います。え、めっちゃアホやん、私めっちゃ狭いやん量多いのがいいよ。あ、髪の毛かな。いや、薄くなるから、まあ後々いいんは分かるんやけどさ、暑い、頭熱中症になる。おでこ狭いなくげる。なんかね、広い人は狭い方がいいって言うし、狭い人は広い方がいいって言うやん。でも私どっちがいいか分からんから、別に広い方がいいと思わんねんけど、どうなんやろうと思って、いつも思ってる。
どのくらいがちょうどいいんやろなってなる。完全に対比やと思うねんけど、この目のバランスとかのあれやと思うねんけど、狭い歯広い歯取るか、狭い歯が1で広い歯が2で、あ、でもそんな人数おらん、まあいいか。狭い歯1、広い歯2。今日の髪型好きです。よかった。目がよく見え、待って、すごいことになってる、見て二重幅。なんかたまにこれなんねんな、やめてほしい。いつも通りがいい。まあいいや。何でさんのおでこぐらいがちょうどいいよね、ちょうどいいよねとか言って、アンジュさんまた夢出てきたわ。何してたっけアンジュさん。え、夢でも可愛かったやんで、あ、可愛いなと思って見てる夢やった。配信なんか隣の部屋でやってて、夢で。そう、夢でで、で、みうちもおった。みうち何してたっけ。なんかすごい顔、カオスの夢や。アキラ先生も出てきたもんすごい夢やな。やっほー、なんかいっぱいおった。いや、そろそろいいや、投票。あー、広い方がいいんや。あ、でも半々くらいか。なんかな、割れるよな。アンジュさんくらいがいいよね。おはようございます。なんかさ、狭いからさ、センターは気に合わんねんな。いや、なんかな、みおちは私と喋ってて、で、アンジュさんが違う部屋におって、あきら先生はその後におった。前髪決まらないと一日嫌になりますか。邪魔やなとはなるかな。なんか邪魔やな、もしくはめっちゃ変やなってなるから、そんなテンションは高くならん。逆にいい感じに髪型できた、しかもモワモワ出てないってなったら、だから冬場かな、春とか冬とか湿気が少ない季節で髪型いい感じになってて、ちょうど決まってて動いてないってなったら割と元気かも。つむじは左巻き、それとも右、なんかこう顔もなってる。理想のおでこの大きさは3分の1って顔の全然やんこれの、これやろ、 3.5 ちょい狭いの、どう向きっていうのやろ、これはこうなってる。ルカスさん、ギフトありがとうございます。あ、でもいい。昨日さ、聞いてほしい、アンジュさんがな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 、私の前を通っていくときにくしゃみしてて、めっちゃ可愛くて、どういうこと、なんでくしゃみしたときだけじゃないわ、くしゃみしただけで可愛いんだもん。くしゃみしたときだけやばい。おでこ広いんや、ジャオさん。そう、でも公園の時見るけどそんなことない気がする。なんかあんまり分かれへん。可愛かったらな、でもいいじゃん。分かった分かった、それが結論。分かった、そうや、可愛いけどな、でもいいや。それが結論だね毎日アンジュさんこんな言われたらアンジュさん家になりそうやけどなワンタンメンさん、ギフトありがとうございます。でもな、ほんまに可愛かったん。2回連続やってんけど、どうやったらあんな可愛くなるんやろうと思って。くしゃみなんかさ、なんかそんな可愛くなるわけがないやん。やのにさ、可愛かったからさ、びっくりしたもん。
すぎて。ふんふんが足りない。本人が聞いたら喜ぶと思う。ほんまに？くしゃみ可愛いですねって言われて、ちょっと怖ない？あってなる。嘘。だってキュウキに言われたら、あ、聞いてたんやってなるもん。で、外で押せへんようにしてる。そんな可愛くできんから。さとくんさん、ギフトありがとうございます。え、ほんまに可愛かった。どうやったんやろな、どうやったんやろな、どこに力入ってるんやろうと思って。入ってないんかな、どこにも。ね、夢に出てきた。でも、あきら先生夢に出てきたらおもろいねんけど。めっちゃおもろかった。あきら先生と、ハチキとアンジュさんと、なんかハチキでなんかやってたな。ハチキで、何かいい感じのことして、なんか写真撮ってた。なんかめっちゃ二重幅気になる、これ。変わっていってる。寝起きすぎて。これで喋るわ。夢占いとかしますか？しますね。バイバイしますね。気になったらすぐに。怖い。みおちえもん推しの力持ちになってる。ありがとうございます、ギフト。上田和樹さんもギフトありがとうございます。くしゃみかわいいって言われたら恐縮しそう。確かにね。いや、夢の中でもベラベラ喋ってない。隣の部屋でアジさんが喋ってるのを聞いて、かわいいってなってるだけやった。かわいかった、夢でも。ショールームしてたアジさん。いや、でも見えてないね、隣の部屋やから。壁越しに声だけ聞こえてるみたいな。感じやった。何してたんやったっけ。なんか今日割とな、あの、起きてバッてすぐ起きたらなんか夢が忘れやすいんですよ。で、ちょっとゆっくりしてからゆっくり起きたら覚えてるみたいならしくて。伊達ちゃんさん、ギフトありがとうございます。だからいつもそんなバッと起きひんようにしてんだけど、今日はなんかそんな急いでないけど、なんとなくそんなゆっくり起きなかったんですよ。なんなら、あ、でも覚えてるのは覚えてる。普通の速度で起きた。だからなあなあ、ちょっと忘れてるレベル。なんの、なんかあきら先生と何の会話をしたかとかは覚えてない。アンジュさんとその後会えたのかとかも覚えてない。ハチキでやった何かも覚えてないけど、何かしらやって最終的にわーいってなってみんなで写真撮ったのは覚えてる。写真撮った時は右ドラリーが坂田んで、左が雪乃ちゃんおった。全員で座ってて、なんかめっちゃ喜んでた。みんな何してんか分からへんけど。アンジュさんのショールーム参加したことありますか？もちろん、もちろんです。コメントもしてます。星も投げてます。いや、あれやからな、私一回なんか夢さ、なんか覚えてるとかもあるけどさ、あの、面積も見れるようになって、一時期で面積も見れるってなって、わざと見ようとしてたんですよ。なんか金縛りから面積夢に入ってみたいな感じの時があって、なんかその時に夢の中でその自分の見た夢を見れるみたいな、面積夢やったらっていうのがあったんで、やってた時期があったんですけど、一回金縛りにならないとできないんですよ、私。から最近はできてない。めっちゃ見れた時があって、すごいペースでなるんですよ。もうええわってくらい見るから、なんかめっちゃ疲れんねん、それから。もういいわってなるんやけど、
88日連続イエーイ。なんかここまで続いたらさ、もうなんかあれやな、終わられへんくなるな。終わられへんわ。あービルから飛んだことある名作君的。いや私はなんか金縛りから落ちていく想像してベッドの中に、なら金縛りから解放されて、でなんか家とかであると思う多分、でなんかそのまま飛んでる飛んでる飛んでるって思ったら飛んでて、で金縛りなくなって完全に、で夢に入るみたいな感じやったけど、めっちゃ疲れるんよ。もう基本金縛りやからな。めっちゃ疲れたけど、もう一回やりたい。ライブ終わったくらいにもう一回やりたい。 YouTube とか見せんね。 YouTube も見えへんねんな。なんか余地は何もしてない。会ったこととか今の感情とかは割と出てるけど、まあ夢やからな。それ以外は全然ないかも。ということでランキング見ます。13位がしげやんさん、ありがとうございます。なんか二幅ほんまに気になんねんけど、押さえとこう。あ、まばたきしてしまった。12位が身内も推しの力持ちさん、ありがとうございます。12位がよしさん、ありがとうございます。11位、あれあれあれ、11位がよしさん、10位がモフ兄さん、ありがとうございます。9位がつよさん、ありがとうございます。8位がなれ兄さん、ありがとうございます。7位がやん008さん、ありがとうございます。6位がまちかねふく、あれー、7位がまちかねふくきたるさん、ありがとうございます。6位が上田和樹さん、ありがとうございます。5位がしげやんさん、ありがとうございます。3位が、あれ4位が RC さん、ありがとうございます。3位がさとくんさん、ありがとうございます。2位がむいじょさん、ありがとうございます。1位がぽんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。上田和樹さん、ギフトありがとうございます。二重触ってる間に乾いちゃった。なんかな、寝起きあってな、疲労なってた。あ、今ちょうどいい、今ちょうどいい、今ちょうどいい。なんかな、寝起きすぎて顔が。このまま寝起きじゃなくなったらいい感じになると思うから、このまま終わります。心理状況が反映されやすい。そう、夢はそうなんですよ。私なんかな、現実で全然、私がどう思ってんのかが分かれへんねん。なんかどういう感情ってなるから、いつもあれなんよ、夢で確認してる、どう思ってるのかみたいな。もう一生待って分かれへんくなる。そう、実際に会いに行きます。無理、ほんまに。私目乾くでって言われるんだけどさ、全然乾けへんの、なんでなの。ということで終わります。バイバイ、ありがとうございました。よい、人に分かれへんって言われるんだけどさ、何考えてるか私も分かってない。